はい、今回はね、マイクラのアニメーション、ガード切りが本格的にできるという、バージョン 1.0 かな。これですね。これかな。このやり方という、このやり方をす、やり方を紹介していきたいと思います。まずですね、アップデートされていると思うんですよ、マイクラを。で、SD カードを持っていたら、その SD カードを一回、抜いてください。なくさないように。で、それで、マイクラを起動して、こうやって、できます。1.0 のバージョンに行きます、マイクラが。ちゃんと通して。やり方はそんな感じですね。多分弓とかもいけると思うんですよ。弓もいけると思いますよ。弓もちゃんとほらこうやって、もう一回やりますね。ちょっと体力減らしてます。これすごくないですか？ガード切りです。本格的の PVP とかしてる方なら多分やってみたいと思う、多分思いますね。これでちゃんと掘れたりもするんです。体力が痛い。足つった。体力減った。じゃあちょっとね、殴りながらお肉を食おうと思います。いきます。すごくないですか？これができるようになった、なったんじゃない、なります。ちょっとバージョンが一番最初の頃かな。興味がある方はぜひやってみてください。それでは